クラークはアメリカ合衆国入りの一州に位置する軍である。2000年現在の人口は1万7008人である。この軍長所在地はマーシャルである。この軍はアメリカ独立戦争の英雄ジョージ・ロジャース・クラークの名をとって命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1308平方キロメートルである。 このうち1299平方キロメートルが陸地で9平方キロメートルが水地域である。総面積の0.67%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口17008人、6971世帯及び4809家族が暮らしている。人口密度は13平方キロメートルである。 6. 平方キロメートルの平均的な密度に7816件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人98.78%、アフリカン・アメリカン0.20%、先住民0.18%、アジア0.14%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.08%、及び 本決0.59%である。人口の0.32%がヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は24.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.40%、25歳以上44歳以下が26.60%、45歳。 以上64歳以下が23.10%及び65歳以上が18.00%にわたっている。中央値年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は94.70人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.80人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は35,967ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は43,213ベイドルである。男性は32,035ベイドルに対して女性は29,54ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,655ベイドルである。人口の9.20%及び、 家族の6.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の12.20%および65歳以上の7.50%は貧困線以下の生活を送っている。Find A County National Association of Counties http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 fin 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。